はい、です。こんにちは、どうも。今日僕はこちら、東京ディズニーランドの逆ファクトリー5タイムに来てます。こちら、東京ディズニーリゾート40周年グランドフィナーレグッズの今日発売日で、こちらサンバイパスが取れてるので、今日来てみました。いや、今、夕方なんですよね。夕方しかパス取れなくて、すんげー人なんですけどもね。まあ、ちょっとなんとか頑張ってグッズ紹介したいと思います。行ってきます。はい、レジャーシートですね。今回久しぶりです。60cm×90cm。これいいですよね。レジャーシート定番です。やっぱり大きくてキラキラしてるからやっぱいいですよね。こちら850円です。じゃあフラッグですね。フラッグ1000円です。はい、手持ちバルーンですね。手持ちバルーン700円です。はい、バックチャームですね。バックチャーム2600円です。結構でかいね。これ僕の手がこれですからね、大きいですよね。2600円。めっちゃずっしりしてますね。使用例、こういうね。そして、はい、グランドフィナーレガーランド。これ朝、コスミックエンカウンターですごかったですよね。これ、行列がね。はい、めっちゃいっぱい売ってます。こちらは800円ですね。トートですね。2900円。この、線画がエモい。決してラフエじゃないですよ。たまにありますよ。オタクグッズでさ、色塗り間に合わなくてラフエの状態で完成予想図みたいな感じで、そういうグッズありますけど、そうではない。これで完成品ですね。キラキラしてますね。マチはないな、これな。中ポケット1個だけだ。どうなんだこれ。裏も無地だしな。これ微妙だな。2900円ね。はい、ミキミニのくっつけぬいぐるみ8000円ですね。やっぱこれはね、お顔ちゃんと自分でこれ選びたいですよね。くっつき。これマグネットなので、もちろんこれちゃんと外れます。はい、このようにちゃんと外れて、はい、飾ることができますね。意外とこれね、お顔結構みんな吟味して棚大混雑かと思ったらそうでもないね。意外と分かる。棚空いてますよね。はい、8000円です。ペアですね。はい、キーチェーンですね。1100円です。全8種類が。下4周上3つで、1個シークレットですね。で、箱でも売ってますね。何だろうシークレット。全員集合かな？多分集合だと思いますね。もしかしたらミキミニかな？セットかな？ペアかもしれないね。これが8800円ですね。はい、全8種です。はい、T シャツですね。サイズ ML でワンサイズのみです。4500円ですね。これ持ってんね。裏見てみようか。はい、裏はね、背中にワンポイントでね、このグランドフィナーレってロゴが入ってます。シンプルですよね。はい、こちら4500円です。こちらジグゾーパズルですね。3600円だ。ジグゾーパズル珍しいですね。ピースは500ピースです。こちらオルゴールですね。オルゴール4500円。お値段の割にはちょっとチャチいなぁ。いや、これちょっとやばいな。意外と貧相だ。ポスター2絵柄3500円ですね。はい、ミッキーの帽子クッションですね。これね、どうなってんのかと思うじゃないですか。これね、こうやって見ると立体になってて、こうなってるんですよね。これ写真じゃ分かんないですよね。で、かぶれないです、さすがに。正面から見ると分かんないよね。横から見ると分かる。はい、こうなってます。まさにオクラくんですね。まさにオクラ。はい、こちら5500円です。これ、売れてるよね。多分ないってこと売れてるんですよね。すごいな。はい、缶バッジですね。缶バッジ3個入りです。昔缶バッジってね、普通にね、単品で売りだったんですけども、最近こうやって3個でミッキーシェイプで売ってますね。こちら1100円です。こちらフェイスタオルですね。34×80cm。みんなが更新してます。ちゃんとこの幹身の部分がね、表にこうやってね、見えるように、こうやってパッケージングしたの、分かってますね。さすがですね。はい、裏40って書いてますね。グランドフィナーレ。はい、1700円です。これ何？箱？7000円。なんだこれ。このまま付属されてません。箱っぽいですね。木箱。こういう箱なの？謎のアイテム。わかんない。箱7000円です。じゃあ、グラス2個ですね。グラス2個、ミッキーミニ3000円です。じゃあ、マグカップですね。マグ2100円ですね。スーベニアよりもね、ちょっと若干大きいですね。こちら、絵皿ですね。絵皿、2500円です。ちゃんと陶器でしっかりしてます。メラミンではありません。はい、巾着ですね。巾着1000円です。で、裏は総柄ですね。裏総柄です。これ、バンダナですね。バンダナ1100円です。これ、ワイドバスタオルですね。めっちゃでかくて重たいです、ワイドバスタオル。柄綺麗だよね。
縦型なんだ今回ね。はい、でかい。そして3700円、なかなかします。ポストカード4種、1300円です。マステですね、マステ3種1000円です。こちらペンセットですね、7色なんだけども全10色ですね、2100円です。結構お得だね。はい、クリアホルダーセット1200円です。 A4 ですね。トミカですね、リゾートラインのトミカ1500円です。謎のアイテム、アクリルブロック、これなんですけどめちゃくちゃ重たいんですよ。ずっしりしてる。4800円、ただのこれウェイトって感じですね。すごい重たい。何なんだこれ。はい、こちらマシュマロですね、16個入り700円です。チョコクリーム入り8個、ストロベリーチョコクリームは8個ですね。はい、こちらクッキーですね、クッキー12個入り1300円です。これ容器缶ですね、缶いいっすね。これ蓋が蝶使いなんだね、だから蓋が独立してません、パカッと開けるタイプですね。蝶使い付きです。はい、こちらアソーテッドスイーツですね、18個入り2500円、缶ですね。エンボスがめちゃめちゃ綺麗です。お菓子いっぱい入ってますね、マドレーヌ4個、クッキー14個入ってます。18個で2500円ね。容器缶ですね。はい、僕の手がこのぐらいなんでね、結構大きいですね。